撮影が始まりました。ああ、真正面に筑波山です。今日は雲がかかっててね、はっきりとは見えませんけど、真正面は筑波山です。今霞ヶ浦の湖岸を走っております。一人っ子、一人歩いてないです。土浦市島津というところを今走っております。湖の東の方から心地よい風がぴょぴょらい吹いてきます。エアコンはつけてません。いいですね。このおじさんはグライダーの修理をしてます。先ほどの散歩のおじいさんが一人歩いてきます。栗の木の栗が落ちておりますね。本当に秋が来ましたね。稲刈りが終わってないですね。これね、ちょっと田植えが遅かったんですかね。